かわいいよ。アワンタッチ。Ah, we don't move it. No. Okay, so. Current attendance. What? Current attendance. Pardon? Current attendance. 14? It's about 35 minutes to go, isn't it? Okay, four. Can't move! And look, the night machine. Like, look. Huh? Look. Ah, no! Like. Ah, but good way. We can see. View. ではここで今回私たちが旅をするマグネティック島がどんな島なのかを紹介していきたいと思います。初めて名前を聞く方も多いと思うのでまずは場所から。マグネティック島はオーストラリアのクイーンズランド州にあり、ケアンズから 350km 南にあるタウンズビルという町からフェリーで20分で行ける島になります。マグネティック島は世界最大のサンゴ礁地帯、グレートバリアリーフの中にある島です。グレートバリアリーフの大きさはこの写真からわかるように日本列島とあんまり変わらないほど大きくて、素晴らしい自然の世界が広がっています。マグネティック島の島面積の半分以上が国立公園になっていて、大自然と晴天の多いトロピカル天国になります。800頭のコアラ、多種の野鳥、さまざまな野生生物が暮らしています。日中には島にある23カ所のビーチでゆったりすることができます。今回このような魅力的なマグネティック島を2泊3日で探検してきたので、その動画をご覧ください。このメニコラ、メニコラ、ええ、おいそう、すごい、そう、すごい、私たちが今回宿泊したコアラビレッジの中のキャンピングエリアはこんな感じになっています。ここに私たちのキャンピングカーを止めて宿泊しました。私たちのキャンプスタイルは車の中にベッド、冷蔵庫、お水、洋服など旅必需品は全部車の中に常備し、キッチンやシャワーはキャンピングサイトのを使うというスタイルです。とにかくオーストラリアはこういったキャンピングスタイルがとっても人気。Where? Yeah. This tree. So many. I almost get pooped. Like it was a gum, they poo on her, like all the face. Oh, so nice. Come on, Mister. Come on, Mister.
So nice. This one is paying me. This one. What do you mean? Can you go out and then tell me? So maybe it was a bad idea. No, you can keep going. No. I don't know. Yeah.